ウスラーは、ドイツ連邦共和国にイーダーザクセン州、ノルトハイム軍に属す小都市である。ゾリング地方の南西端に位置するかつての半座都市である。戦隊分土器と呼ばれる器の特徴的な装飾から、ウスラー地域に定住が行われたのは新石器時代で、あろうと推測されている。現在の研究結果によると、語尾のある、または、ER が川を表しており、 A が水を意味していたと考えられているが、詳細は現在も不明である。冷たい水を意味するとされるイタールスバッハ川の古名、アッスルもこの語尾に由来するのかもしれない。老人たちは今でも定地ドイツ語でウセルベックと呼んでいる。時代と共にあるやありの意味は変化し、最終的には水辺の定地と意味するようになった。表記はハスラーリー、ホスリア、 ユースリア、アセラー、アスラー、アスリア、アスラー、アセラー、ユースラリアが使われた。また、短い期間だけだが、フロイデンタールとも呼ばれた。ウスラーはかつて、イルゼ家具の街という異名を持っており、他の隣接する都市と、同様、ゾリングへの門を主張した。ウスラーは、ベーザーベルクランと南部に位置している。ニーダーザク先週州南部級。 ブラウニシュバイク行政管区のノルトハイム郡南西部に位置している。ウスラー周辺の大きな都市は南東に上級中心都市ゲッティンゲン、南にカッセル、北西にホルツミンデンとヘクスターがある。ウスラーは北はゾリングフォーグラー自然公園の一部であるゾリングに接する。この自然公園は ニーダーザク選州最大の森林、中引く山地の一つである。バートカールスハーフェンの最も北西にあたる、ニーダーザク選州、ヘッセン州、ノルトベストファーレン州の三州宗教は西に、約2 5トルの位置にある。隣町のボーデンフェルデのベーザー川上流へは西に、約9トル離れている。軍庁所在地のノルトハイムへは北東に道路沿いに、 約3 6トル直線距離で約2 6トルである。また、州都のハノーファーへは北に約1 2 0トル首都のベルリンへは北東に約3 5 0トルである。ウスラーは、ノルトハイム軍西部の中級中心都市である。面積でも、人口でもウスラーは、ノルトハイム軍で3番目に大きな都市である。隣接するあるいは、 近隣の市町村は、モーリンゲン、ハルデクゼン、アーデレプゼンと、わずかに1キロメートルほど離れて、ハンミュンデン、オーバーベーザー、バールスブルク、およびノルトハイム群が直轄する、市町村に属さないゾリングである。ゾリングを介して、間接的にボーデンフェルデ、ダッセル、バート・カールスハーフェン、ベーベルンゲン、ザムトゲマインデ・ボフツェン、ホルツミンデン、シュタットールデンドルフと隣接する。 ウスラー中核地区の高級写真ウスラー市は以下の19地区からなる。ウスラーに属す南部の集落フィルステンハーゲン地区は特殊である。この地区は周囲の3、4をヘッセン州カッセル郡に1、4をニーダーザクセン州ゲッティンゲン州に囲まれている。つまりフィルステンハーゲンはノルトハイム郡ウスラー市の飛び地なのである。通常、この地区へは ヘッセン州の町、オーバーベーザーに属すハイゼベック地区を経由して、往来する。ゲッティンゲン群からは、公共の通行が禁止されている。森の象形がフィルステンハーゲンに通じている。中核区は、公式には、区ではない。地元の人は、アウシュニッペ、ベラクラーバ、アイヒハーゲン、イルゼジートルング、インドストリーゲビート、インネンシュタット、キンダードルフ、クライネスフェルト、 クプファーハンマー、ウンターヒュッテ、オーバーヒュッテ、ポストベルク、ローテンベルク、シュバルツェ、エンデ、ビーゼンシュトラーセ、ツイゲンブッシュの小地区に分けて認識している。これらの名前は、それぞれの地域の状況や通りの名前から取られたもので、あり、ウスラーに限らず周辺の町では、一般的な呼び方である。さらに多少なりとも地区中心から区別された。 小畜名として、リッターグートライトリーハウゼン、ドンナースハーゲン、ハーイエ、グリンマーフェルト、クノッベン、シュタイムケ、マインテ、ランゲンタール、バルネッケンフェルト、シュタインボルンがあり、これらの名前で呼ばれている。20世紀になって、デリーハウゼンの北に、フォルストジートルンググリンマーフェルトが整備された。随分以前に衰退した集落としては、バンゲンゼンやシュマハツハーゲンがあった。 ウスラー地域の最初の定住は新石器時代の農耕文化によるものであった。ウスラーは旧世紀にはすでにハスラーリーという名で呼ばれていた。この名称はイセラーに由来するもので冷たい水辺の土地を意味した。集落を開いたのはおそらくカッティ族出身者であると考えられている。文献上は1006年から1007年頃の トラディティオーネズコービングズナンバー499にルテラダスの土地30モルゲンの寄贈に関連してホスリアという名称で記録されている。13世紀にはウスラーはすでにザクセン公国領に属しておりエイゲルインとオストファーレンの境界地域となっていた。ウスラーを統治するエン領主は例えばノルトハイム博やダッセル博など様々に入れ替わった。 その後、城の記載があり、これにちなんだ、フォン・ウスラー男爵の記録がある。この貴族は、領主ではあるが、おそらく自由貴族の家系であったと思われる。ウスラーの姓は、ゲッティンゲン周辺地区、ドイツ全土、あるいは南アメリカのスペイン語圏で現在まで、存続している。ザクセン公勢力の画界後、ウスラーは、ブラウニシュバイクリューネブルク公領、ゲッティンゲン公領、 カレンベルク公領に属した。ウスラーは1263年にブラウンシュバイク公アルブレヒト一世から都市権を授けられた。ウスラーの領主は1269年に市議会の導入によって排除され、ウスラーの所領と交換に現在のグライヒエンの土地とノイエングライヒエンとアルテングライヒエンの山城を手に入れた。 この家系から19世紀初めにウスラーグライヒエン家が創設された。ベーザー下半にまで半島を広げたベルフ家にとって14世紀初めにここに築いた城は大変に重要であった。この城は居住用や狩猟用にも用いられた。ブラウニッシュバイク・ゲッティンゲンコ夫2世は1428年にこの城に防衛党と共に礼拝堂を築いた。 この礼拝堂は、現在の聖ヨハニス教会の前身となった。教会堂は、城の防衛塔の一部を成していた。こうは、豪華な館を設け、後に、ウスラーは、ゲッティン原稿の隠居地に選ばれた。1485年から1490年まで、そして1585年にもウスラーは、ペストかに襲われた。 さらに1624年から1642年まで、セキリ・チフス、天然痘が蔓延した。マテウス・メイリアンの同伴画に描かれた1654年頃の、ウスラート火災後のフロイデンタール城1559年から1565年まで、ブラウンシュバイク・カレンベルク・ゲッティン・ゲンエイリヒ2世は、エイリアス・ゴーデ・フロイを統領とする、オランダ人石膏を使い、ウスラーに、 ベーザーアルネサンス様式のフロイデンタール城を再建した。この町の住民は、城の外観をより美しく見せるための城間広場を建設するために、1561年に東門の前にノイシュタットを建設した。これは、現在のノイシュテットプラッツという名称からも明らかである。この城間は1612年に落雷により消失し、 再建されなかった。半地下階の壁は、現在も、宮中各宿の南西にある、上巻公園で見ることができる。上巻の跡地には、東領の行政府が置かれ、1855年に、ウスラー軍の軍長庁舎となった。上巻を焼いた火事の後、1625年と1641年の大火や 三十年戦争によって、ウスラーの重要性は大きく損なわれた。この町は戦争中、ティリー博の軍に何度も占領された。1654年、右のメイリアンの同伴画にも見られる通り、ウスラーは水堀を併設した死壁を有していた。この死壁は1423年の文献に、すでに記述されている。18世紀末、ウスラーは、 ゲッティンゲン公領とカレンベルク公領を引き継いだハノーファー選定公領に属すこととなった。7年戦争でウスラーは今度はフランス軍によって再び大きな被害を受けた。フランス革命の結果、ウスラーはフランスの衛星国家であるベスト・ファーレン王国のライネ軍に属した。ウィーン会議の後は新たに創設されたハノーファー王国に属した。 この王国はやはりベルフ家が統治した。1819年、現在の因縁シュタットの約1、3にあたる74件の住宅を消失する大火が起き、115家族、451人が住む場所を失った。ハノーファー王家の主権喪失に伴い、1866年からは、新たに、プロイセン王国のハノーファー州に属すこととなった。 これによりベルフ家の支配は終了した。1885年4月1日から1932年10月1日まで、ウスラーを、軍庁所在地とするウスラー軍が存在した。この軍は、面積約349平方キロメートルで、現在のウスラー、ボーデンフェルデと、現在は、ゲッピンゲン軍に属すアデレプゼン。 ホルツミンデン市の宿となっているノイハウス、イム・ゾリングとジルバーボルン、やはりホルツミンデン軍に属するウエンフェルデが属していた。20世紀初めには、軍内に約18,500人が住んでいた。ウスラー軍は1932年10月1日に、ノルトハイムに、行政本部を置くノルトハイム軍に合併した。1二十一年から十二年のインフレ危機の、 際に、ウスラー氏が発行した緊急通貨第一次世界大戦では、ウスラー出身の兵士が80人戦死した。1918年の11月革命では、この町は数週間の間、アルバイター、運と査定ラットの管理下に置かれた。1919年に女性参政権が認められ、バイマル共和制で初めて民主的に選挙が行われた。 1923年、インフレ危機の中、飢餓暴動が勃発した。国家社会主義者と労働運動との間の市街戦後、ナチスが権力を掌握した1933年から、ドイツ全土でユダヤ人と共産主義者に対する迫害が行われた。ウスラーでは1945年までに17人のユダヤ人が死亡した。ウスラーは当時、NSDOP の 南派のオファーブラウンシュバイクがウに属した。第二次世界大戦でこの町は165人の死者を出した。しかし、ウスラーは無傷であった。4月6日から4月9日まで、ウスラー西部でティーガー型戦車5両を有するバイエルンの新衛隊部隊がドイツ陸軍の後衛部隊としてアメリカ軍の進攻に抵抗したが、8人の死者を 出したにもかかわらず4月9日にライトリーハウゼンを通過することを阻止することはできなかった。その後、アメリカ軍司令官の命令に基づき、現在のアルベルト・シュバイザー病院が設立された。7月にはすでにウスラーはイギリスの管理下に置かれた。第二次世界大戦後、ウスラーの人口は難民や旧ドイツ東部領土から放逐された人々によって、 1945年の3706人の半分以上増加して1946年には6207人になった。1946年からは新たに創設されたニーダーザク先週に属した。1974年3月1日に現在の自治体としてのウスラーが成立した。20世紀後半に家具産業が衰退して以降、ウスラーは 構造変化と戦っている。これ以降この町の失業率は高くなり、これが1980年代、1990年代の極右問題、特に1990年代のユーゴスラビア紛争の難民受け入れに関連する問題も表面化した。ウスラーは当時、ニーダーザク戦後県報告書で定期的にこの件について記述されている。 聖ヨハニス教会住民は伝統的にプロテスタントイコールルター派の信者が多数を占める。現存する最も古いプロテスタントの教会はウスラー中核地区にある聖ヨハニス教会である。その礎石は1428年5月20日に設置された。ボレンゼン地区の聖マルティン教会は1883年に建造された。 マルティン教会からわずか数メートルの位置にあった、現存しない善人の建物は、ゾリング地方のキリスト教家の時代に創建された。アラースハウゼン、リンケルハウゼン、エッシャースハウゼン、ゾーリンゲン、ファーレ、ビーンゼン、マリーハーゲンにはルター派の礼拝堂がある。最も古いのは14世紀に建設されたビーンゼンの、浄土シ礼拝堂である。 マリーハーゲンの礼拝堂は10世紀初めに創建され、1496年から廃墟となったが、1984年から1986年に大規模な保存修復工事が行われた。宗教改革以後、何世紀もの間ローマカトリック教会の組織は存在しなかった。20世紀の初め、市内には17人のカトリック信者がいただけであった。 第二次世界大戦後に、旧ドイツ東部領土から放築された人々が、ウスラー周辺に定住したことで、状況は変化した。1940年代の終わりには、カトリック信者数は3000人にまで増加した。コンラートフォン・パルツハムによって完成された教会は、ツーム・クライネンフェルト通り7番地にある。支部がフォルプリーハウゼンの西洋ゼフ教会にある。 福音波自由協会は、アインベックバプテスト協会の説教ステーションとして1886年に設けられた。この支部は1891年に独立した。1909年に、ウスラーのノ,ノイシュタットに住居を改造した組織ホールを設けた。教会堂は1933年にシティフト通りに建設された。1975年、 1978年、1994、95年に大幅な組織拡大に基づき、平和協会と名付けられた組織センターの大規模な増改築が行われた。1971年6月10日に、ニーダーザク先週文化大臣は、ウスラーの福音派自由協会に広報上の法人資格を与えた。ウスラーには新首都派協会組織もある。 1968年7月1日にアラースハウゼンがウスラーと合併した。1974年3月1日に発行したニーダーザク選ン州の市町村再編により他の町村もウスラーの宿として合併した。この前後に6つの宿が州指定の保養地となった。この合併では旧町村は1968年の合併では アラースハウゼンが創出した一定の権限を保持した。2001年アラースハウゼンではウスラーの市区として自治権を回復した。ウスラー市及びその多くの市区で人口は継続的に減少している。中核市区においても土地利用指定が解除され宅地の造成が進みその面積比率も大きくなったにもかかわらず近年では人口は 顕著に減少している。世紀の変わり目から10年間で、ウスラー市の人口は、2000年6月の1万6500人以上から2010年6月の約1万5000人にまで減少した。同じ期間に、ウスラー中核市区の人口は6750人以上から5750人強となった。ウスラーの市議会は33議席からなる。ウスラー市の市長を列記する。 ただし、2007年1月まで市長は名誉職であり、市行政指導者は、市主事が担った。1982年8月から2007年1月までの市主事は、ヘルベルトマイスリングであった。旧市長者前のかつての市長を掲げる市史の像図柄、薄ら足の紋章には、赤い胸壁が描かれている。両側に青い丸屋根をいただいた赤い塔が2本あり、 その間に赤い台座に乗った赤い爪と下を見せる青い獅子がある。台座には銀のゴシック様式の盾があり、その中に緑のゴシック体の V の文字が記されている。獅子はブラウンシュバイク市にあるブラウンシュバイクの獅子像を描いたものである。この像は1166年にハインリヒ獅子校が自らの権力の像として制作させたものである。 1935年に制定された、現在の紋章は、知られている、最も古い13世紀後期の死の印象と密接に、関連している。死の紋章の図柄は、時代とともに変遷した。紋章の背景は1935年まで、黄色であり、塔の上に十字架が掲げられ、台座は、V の字であったり、詩文であったりし、詩子は、リューネブルクの詩子であったこともある。 紋章は1952年に最後の変更がなされた。1618年に、ウスラーは紋章を制定した。1826年までは、旧市役所前の泉に、現在は、旧市庁舎のメイン入り口の向かって、左側に、青地に、金色の V 字を描いた紋章を前足で掲げる獅子の、左眼像が設置された。獅子の色は、緑から白である。 ウスラーを観光街道のベーザールネサンス街道、ドイツメルヘン街道の惚れおばさん、ルート、ドイツ木組の家街道が通っている。ウスラー周辺地域は、ウスラーラーランと休暇地域として知られている。客は、ホテル、ペンション、休暇村や、ユースホステルに滞在することができる。ウスラーには、市内の地区を合わせて200床以上の宿泊施設がある。変わったものとしては、 2008年の初めからシェーンハーゲンにツリーハウスのホテルがある。また、シェーンハーゲンとデリーハウゼンハーイエにはキャンプ場があり、ウスラーにはキャンピングカーの駐車スペースが4カ所と青少年キャンプ場が1カ所ある。ウスラーには歴史的な視聴者と観光案内所がある。旧視聴者、マリーハーゲン教会やとウスラーの名物料理としては、特に 毎年開催されるペーカーマルクトでのペーカーエッセンがある。これは焼いたジャガイモと生のひき肉にバターや玉ねぎなどを添えたものである。この料理の名前は調理法に由来する。ジャガイモはまず半分に切られて厨房でコンロに貼り付けられる。焼けて落ちてきたら出来上がりである。これにウスラーで醸造されるビール、ベルクブロイを飲む。秋には うすらーとその周辺地域の多くの飲食店でブルステプローベンが開催される。これは様々な出来立ての肉料理やソーセージを試食する催しである。また本格的なメットブルストがパンと共によく食される。どちらの料理も個人経営の食肉店でも料理される。またケールを添えたブレーゲンブルストも広く食されている。市内にはカフェ、居酒屋、 レストラン、軽食店や村落とし部のグリル店など様々な飲食店がある。これは市外ではあるがすぐ近くに2010年までドゥーニーアイヒエという飲食店があった。この店は特に夏にはハイキングの目的地として何十年も愛された店であった。2010年9月にこの店は放火により破壊された。ウスラー博物館、ウスラーには2つの博物館がある。 一つは、中核地区にあるが、もう一つは、他の地区にある。すでに随分前から、ウスラーには、多くの音楽活動が行われている。例えば、やがて解散した、ゾリンガー・ヘロルでは、死の悪を超えて有名であった。以下のクラブがある。木の学習路スポーツテニス場、スポーツ、多目的ホール、地区公民館、スタジアムがある。 広さ600平方メートルの年中開館している温水室内プールには長さ84メートルのウォータースラーダーや水浴場がある。フォルプリーハウゼンには屋外温水プールがあり、シェーンハーゲンのエキスポプロジェクト体験の森や土地に水浴場がある。デリーハウゼンにも水浴場がある。フィットネスセンター、ケーゲルバ、乗馬場、自転車、オートバイ専用道。 遊歩道などがあり、冬には、主体向け、小人間近郊の森の中の氷結した池を、利用して、スケートと楽しむこともできる。ウスラーの伝統的なスポーツはボーセルンである。この街で最も有名なサッカークラブは、VFB ウスラー1911である。旧イルゼ劇場1960年代当時、市の経済生活を支えていた、家具メーカー、 イルゼ・ベルケンは、イルゼ劇場を建設した。最後のオーナーの尽力により、改装され2つのホールを持つ映画館となったが、2008年に、経済的な問題によって閉館した。現在は、破産状態にある、イルゼ家具工場、ゾリンガー・ヒュッテ、シュナイダー・中鉄工場が、ウスラーの重要な工業分野である。この他に、金属加工業や、 自動車産業の下請け工場が2件ある。ファーマ・ディマグ・クレーンズは、ウスラーに生産拠点を有しており、最大の雇用種となっている。企業の多くは、中核区の西から南西部及び東から北東部に位置している。この他、観光業の奨励にも力を入れている。また、林業、家畜業、農業やその他の産業などを含むがある。 ウスラー市内には、老人ホームがウスラー、デリーハウゼン、フォルプリーハウゼン、シュラルペにある。このうち一施設は、老人精神医療ステーションである。ここは、介護が必要な老人入居者に利用されている。介護は、近年ウスラーの経済において、重要な役割を担っている。これは、老人人口が20%を超える現実をも、反映している。その背景には、 安らかな場所と風景がある。加工される原料は水、砂、木材で、これも経済史を反映している。この町には570の職場があるが、南ゾリングの工業化の遅れた地域にあり、家具産業の衰退など、構造変化に対する長年の闘争によって、失業率は15%と高い数値で、多くの薄ら住民がゲッティンゲンなどへ働きに行っている。 ウスラーやボーデンフェルデ周辺は南ニーダーザク地域に3つある EU 主導のリーダープラスプログラムの対象地域の一つとなっている。ウスラーの産業史は北ドイツ向けの石組を生産した14世紀から15世紀の中世に遡る。ウスラーは1426年から1431年までハンザ同盟の加盟都市であった。16世紀には 銅の精錬書が作られ、1715年には、王立製鉄所、現在のゾリンガー・ヒュッテが設立された。17世紀後半から1918年までは、当製の喫煙パイプ生産で知られた。これは、ウスラーにとって、重要な産業であった。その多くは北、アメリカに輸出され、そのためにパイプヘッドにはその時々の、アメリカ大統領がかたどられた。 1769年には旧社のパイプ製造メーカーがあり、メセケ社は1854年に450万本以上を輸出した。1918年にこの職種はウスラーからなくなった。しかし、タバコ産業では19世紀にタバコ会社が設立された。デリーハウゼンでは炭焼き場が稼働した。ウスラーは リンネル産業や統制パイプ生産の衰退、製鉄所の景気暴落などにより19世紀に大きな危機に直面した。ウスラー地域の工業は、ゾリング幹線道路の建設まで、あるいはその後のゾリング鉄道の建設までドイツの重要な交易路であるぞ。リングの北側を通るかつての郵便街道に接続していなかったのである。ゾリング鉄道の建設によって初めてこの街は危機を、 脱出した。1883年に、ウスラーに、製陶工場が設立された。19世紀末から20世紀後半まで、ウスラーは、家具産業で、世界的に有名であった。それは、当時のこの町にとって、格段に重要な産業分野であった。これにより、1920年代から1960年代まで、ウスラーの経済は後継期となった。 第二次世界大戦で破壊されず、このために速やかに生産を再開することができた。1930年代には、家具産業に2000人が従事し、最盛期の1950年から1960年に、かけては2800人が働いた。1960年代のウスラーでは、完全雇用が達成された。当時は3つの家具メーカーがあったが、後に、 現在もあるイルゼベル県に統合された。20世紀前半の1932年まで、フォルプリーハウゼンの採石場、カリエンコーさんが、ブールバッハカリ工場によって運営されていた。フォルプリーハウゼンのビテキント港やエルティングハウゼン近郊のヒルダスグリュック港は、戦後の1945年9月29日に、 地下倉庫に貯蔵されていた爆薬の爆発によって破壊され埋め立てられた。1885年から1952年までデリーハウゼン近郊の先進魚や中進魚の地層に露天掘りで掘られたゾリンガーツェヒエやエルザスから質の劣ったカッタンの採掘が行われた。家具産業は1970年代から衰退していき。 ウスラーはこれ以後産業構造の変化と戦うこととなった。現在はそれをまだ克服できていない状態にある。今日では観光と老人介護がウスラーの経済において重要な役割を担っている。1957年からウスラーを通る 110KV の送電専門に接続している変電所、市施設局、警察署、消防団、病院、救護所。 医師、司会士。道路連邦道、B241 号線が、東のノルトハイムから、西のベーベルンゲンへ、ウスラー市内を横断している。さらに連邦アウトバーン A7 号、ハノーファーカッセル線と南、ハルツアウトバーンゲッティンゲンライプツィヒ線が、市の東を、A44 号、ドルトムントカッセル線が、市の南西を通っており、迅速にアクセスすることができる。 連邦道 B3、B27、B64、B80、B83 号線も同様である。B241 号線のウスラー周辺区間は1828年から1832年に、ネルテンからハルデクゼン、ウスラー、シェーンハーゲン、アーメリートを経由して、ラウフェンフェルデに至る、ゾリング幹線道路として拡張されたものである。オートバイの愛好家には、 西部の B241 号線の森に覆われ、カーブの多いボレルと、ベルク区間が特に人気であるが、多くの直線区間でも知られている。ウスラー周辺地域にとっては、ウスラーからアーデレプゼンを経由して、ゲッティンゲンに至る、修道554号線も、ゲッティンゲンへの近道として重要である。ノイハウス、イム・ゾリングから来た、連邦道 B497 号線は、 シェーンハーゲンで B241 号線に合流する。ウスラーに隣接する市町村へはいずれも自動車で行くことができるが、これらの道路は近代になって初めて整備されたものである。ウスラーやその周辺地域の交通量はそれほど多くない。ウスラー駅。レンガ作りの駅舎は文化の駅として文化イベントに利用されている。鉄道ウスラーは単線。 非電下の1878年開業のゾリング、鉄道オットベルゲン・ノルトハイム線沿いに位置している。アラースハウゼンのウスラー駅には2007年まで退避線、貨物の積み下ろし線、機械式信号所があった。2008年に貨物の積み下ろし線は撤去された。ウスラー西列車運行管理所という名前の西信号所は1937年に設けられた。 東の信号所は1996年にはすでに廃止された。2006年10月から西の信号所は使われていない。駅はゲピンゲン電気信号所によって遠距離監視されている。さらにアラースハウゼンとボレンゼン付近の路線は森土の上を走り中核区の南東、 主体向けで、高架橋を通り、フォルプリーハウゼンとエトリングハウゼンとの間で、長さ960メートルのトンネルを抜ける。19世紀から20世紀への変わり目の時代には、ゾリング鉄道はドイツ鉄道網の中でも、重要な路線の一つとなり、ウスラー周辺の経済にとっても重要であった。1910年から、やはり非電化のゲッティンゲンボーデンフェルデッセンが、 開通した。この路線のウスラーに近い駅は、オッフェンゼン、バールスブルクのフェルナバールスハウゼンおよび、ボーデンフェルデにある。この路線は、市内のフェアリーハウゼンに駅がある。ゲッティンゲンでは、ドイツ鉄道のアイス、ノルトハイム、ゲッティンゲン、オットベルゲンを経由するハノーファー・ビュルツブルグ路線に、接続し、オットベルゲンでは、ヘクスタート、 ホルツミンデン等を結ぶドイツ鉄道の路線に接続する。1921年、1928年から1989年、1990年まで、鉄道ウスラー・シェーンハーゲン線があった。ゾリンガー・ヒュッテは1980年代の初めには、鉄道用に装備を変えた VW バスが運行する、数少ない路線の一つであった。 バスシュバルチェンエルでのバスステーションから、アーデレプゼンを経由し、ゲッティンゲニエ、あるいはノイハウス、イムゾリングを経由して、ホルツミンデンへ行くブラウンシュバイク地方バスが運行する、ニーダーザクセン交通連盟に加盟する、バス路線が利用できる。中核宿西川のバスステーションからは、市内各地区、ハルデクゼン、ボーデンフェルデ、デーレンタールやオーバーベーザーの各地区、 バールスブルクエイクバスが利用できる。航空ゾリング航空スポーツ協会のグライダー飛行場であるウスラー飛行場は中核区の西にある。船舶班ミュンデンとハーメルンを結ぶベーザー側の観光客船をボーデンフェルで経由で利用することができる。ヘシッシュ、ニーダーサシェッシュ、アルジャマイネンの地方版及びいくつかの商用紙があり、新聞を保管している。 ゲッティンガーターゲブラッドは、ウスラーでも読まれている。1861年から、週刊の、ゾリンガーの破取引店が刊行されている。ウスラーとその周辺では、ニーダーザクセン、ヘッセン、ノルトベストファーレン、ザクセンアンハルト、チューリンゲンのラジオテレビ放送が、デジタル、アナログを問わず地上波で受信できる。場所によっては、ブレーメンやバイエルンの放送も受信できる。 GMS 電話網やダブは、ウスラー周辺に、多くの非受信地域がある。幼稚園、基礎家庭学校4校、中核宿の子供村、ゲオルクラーフェス本家庭学校、ゾリクシューレ、ギムナジウムウスラー、教育を重点とした、養護学校、市民大学、老人介護と養護教育のアルベルト・シュバイツァー、ファミリー・エンベルク専門学校、 この町の学校には隣接するオーバーベーザー、バールスブルクやボーデンフェルデの生徒も通っている。ウスラーの生徒たちは、ボーデンフェルデの総合学校に通う者も,もいる。ありがとうございます。